はい、アクセスの上がる動画という、考え方ですね。これをご説明します。今こちらに出しております、トレンドキーワードみたいなものを含んだ、ヘアスタイルの提案。これって割と皆さん、ほとんどの方がやられてないんですね。今年の初めに、割とトレンドになったベッキーですね。これが例えばこの髪型を真似てやってみると、しかも見てほしいのはこのモデルさんですよね。モデルさんが割と小綺麗でないと全然違うやないかということで、僕がよく言ってます価値の提供っていうところで引っかかってくるんで、あんまり良くないかもしれないんで、モデルさんをちゃんと選んで、これベッキーの髪に合ったような、顔に合ったようなスタイルですね、これを作り上げていただけるとかなりアクセスがアップするんじゃないかなというふうに思います。で、最近もうこれは今上げてもダメなんですけれども、最近近々この前でも総選挙の時に上げていただいたら、この神セブンの神セブンというふうな、ものをカスタム、で、捉えていただければかなりアクセスが上がった動画が、作れたんじゃないかな。これもそうなんですけど、やっぱり芸能人を上げるときはやっぱりモデルさんをちゃんと使わないと、なかなかアクセスアップが望めないと。綺麗なモデルさんを使って本当にプロの仕事をやっていただく、価値の提供をやっていただくようなものが出来上がれば、かなりアクセスがアップする動画となります。これは万十万いくような動画になってきます。こういうところを踏まえてですね、動画を上げるっていう癖づけをしてほしいんですね。価値の提供というのは皆さんが日頃やってる仕事ですよね。これについてのものを本当にひた隠しにしないで、できれば丸裸にしてみんなに見せる。そのやってる過程ですよね。過程を早回しにしても全然問題ないんですよ。でも綺麗な形でやっぱり撮っていただいて、本当にこれはさすがにプロの仕事だなというところが分かれば、見てるお客さんもやはりあなたにこの人にやってもらいたいなっていうことになるんで、その辺も含めて動画を上げるっていう癖づけ。難しいとは思いますけれども、これをやってみてください。かなり、誰もやってないんで受けることは間違いないです。しかも誰もやってないです。これは断言します。できないかもしれないです。でもできたら、かなりアクセスアップになると思いますので、ぜひとも挑戦してみてください。では、よろしく。